Bリーグですごいと思う選手は。Bリーグですごいと思う選手、いっぱいいるけど、やっぱりアンチさん。もう何人目アンチさんって、すごい。なんか怖い、怖いよ、もうなんか怖いぐらいすごい、もうすごいしか言えない。もう何か自分がアンチさんのことを語れることはない。本当に仲もすごいぞ。 ありがとう、すごい褒めてくれるこの2人いや本心やで、うん、ありがとうございます。大事なとこでアンチさんもそうやけどさ、点取りややっぱり。いやアンチさんすごいよね、こないだも点取ってたよね。しかもあの緑やばかったな。いやもうなんかすごい、なんていうの、簡単じゃないゴールをすごく決めてるじゃない、うん、大事な場面で、うん、もうアンさんはすごい、アンチさんはすごい。じゃあいきます。はい。影響を受けた指導者は。あもうそれはなんか本当にね、携わってきた人皆さんって言いたいんだけど、影響を受けたの、でも一番最初に教わったコーチかな、やっぱり、うん、って思っちゃう。子供の時の影響って大きかったし。少年団、うん、少年団スタートさせた時の監督とコーチ、なんかそのコーチに去年何十年ぶり何年ぶりにたまたま会って嬉しかった。え、すごい。え、たまたま会ったのにさ、顔お互い分かったの。え、全然分かる今。え、でも忘れたことない顔。今会っても小学生の時のコーチとか分からへんかも顔。あ、本当。もう忘れられない監督とコーチの顔が、うん、あ、顔は覚えてんね。その当時の顔は覚えてんねんけどな。だって変化してるやん絶対、何十年経ったら。もうね、これがおかわりなくだったのよ。すごい、すごい感動した、嬉しかった。それは嬉しい。次いきます。はい。パパさ、愛なく一筋やん。はい。高校卒業してから。そうだね。はい。ちなみに何年目？14年目、あれ15年目に入る。15年目とかじゃない？あ、そう、15年目だ。今14年目終わったんだ。ちょうど15年目入ったんだ。15年目、タカはアイナック一筋15年目やから分かる。アイナックの魅力は？アイナックの魅力、いやーなんかそれは難しいですね。そう、やっぱあのずっといるから色も変わってってるなって思うの。うんうんうん、せやな。そうそう、人も変わってるし色も変わってってるし、サッカーだけっていうのは魅力だよね。常に自分が入った当初から、うんうん、だからしかもサッカーだけだからこそのその熱量みたいな、そこにかける熱量とか、応援してくれてる人を支えてくれてる人への感謝とか、なんか誰かのためにみたいな、そういう人たちがいて自分たちがいるみたいな意識はどの選手も強かったんじゃないかなと思う。すごい、確かに。すごい言われなかった、なんか入った時とか、うん、すごいシビアだったじゃん。そして、うんうん、そう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 、入れないかっていう、それはすごくいいある気がする。今でもシビアなところ、いや間違いないです。だってプロの世界やからさ、もう入って1年目からさ首とかあったよ。そうそう、うん、でもさ、それでもタカはさ15年一筋アイナックでさやってきてさ、めっちゃすごくね。ありがたいですわ。うちらの代の新人賞ですから。いやそうなんだよね。でもうちら世代で一人だけだからやめてよそれ。ほんとほんと、そうじゃない？いやあれさ、でもさ、ちょっと印象あったと思うんだよね。普通だったらさっきだったと思うさ。いや、さっきはスタートからシーズンずっと試合に出続けて、で優勝したじゃない、レッツもその年、うん、で絶対さっきだったと思うんだけど、うん、ただしなんか多分すごいインパクトだけあったと思うんだよね。途中から試合にスタートで出るようになったし、でなんかそのままなんかバーって点取って、あと無名で入ってきたっていうのもあったと思う。だから誰あいつみたいなのもあったから、新人賞にふさわしかったよ。だから、うん、ありがとうここは間違いないと思う。ここはでもね、胸張らなきゃいけないなとは思う。なんかやっぱりベストイレブンも何回も打ってるし、得点も取ってますから。ありがとうございます。揺るがないですよ、キャリア素晴らしいよ本当。なんかね、うんうんがある、持ってる、本当にタイミングのいい人間だなとは思う。いや、それが大事やで、それが高いで。 This is タカ。はい、This is me。 かっこいい。そしたらタカ、はい、ちょっとプライベートモードに行くんで、はい、
テイストチェンジ、テイストチェンジお願いします。もう終わりじゃないの。だからやっぱこれやって、テイストチェンジってやって。いきまーす。この方がいいかな。チェンジやってやってやってんのこれ、なんか師匠やってんのこれ、テイストチェンジ。あ、もうちょいかっこいい方がいいな。なんかテイストチェンジ。いや待って、やってるけど超ダセーのよ。でもタカがやったらかっこよくなるかもしんないから、ちょっとお願い、検証させて。いきまーす。はい、いきまーす。テイストチェンジ。横にアスノ乗っとくからマジでかっこいいっていうのをお伝えしたい。テイストチェンジ。お伝えしたい。もう勘弁してほしいわ。部屋にある一番お気に入りのものは、お気に入りのもの、あ、照明。照明、うん、リビングというかテレビのある部屋の、なんかサイドと照明がくっついてる感じのテーブルあって、あ、照明みたいな、テーブルと照明が、うん、そうそうそう、サイドテーブルと、すごい。え、それ見たいねんけどさ、ちなみに写真送ってくれたりする？分かった、照明は送る。やったー、照明の写真は送る。ありがとう。普通プライベートあれじゃない、写真で伝えない、たかが。そうだね、突如じゃない、だって部屋の中のもの撮ったことあるかな。初公開です。やりましたな。やりました。エースチャンネルやりました。はい。送ります。じゃあ、はい。お願いします。はい。ありがとうございます。次いきます。はい。イケメンと言われることについてどう思いますか？何週かしてありがたい。え、なんかさ、マジでさ、イケメンって言われたことないからさ、イケメンって言われる人の気持ちが知りたい。え、イケメン。いや、なんか、キャラ付けしてもらってありがたいなって感じ。あ、な、覚えてもらえる？なんかみんなが言ってくれるから、あ、なんかそんなこと言われてる人いたよね、なん、誰だっけみたいな。で、実際見てどう感じたかは知らないけど、なんかこうキャラ付けしてもらってる感じはあるかなと思う。イケメンだからそのキャラになるわけですよね、アス。そういうことよ、イケメンやからや。だから、恥ずかしいですよ。それをうちらはただ単に素直に伝えてるだけ。みんなは恥ずかしくて伝えられないだけ、ね。いや、本当にもうアスと秘書さんにもう1年分もらってるぐらい言ってくれるよね。本当アスが一番言ってくれる、イケメンイケメンって。だっていつ見てもイケメンやねんもん。ありがとう。あ、そうかも。自分もあのメグさんとか見てイケメンってやっぱ思っちゃう。金賀さんとか見てかっこいいってやっぱ思っちゃう。そういうことよ。あ、わかりました。ありがとうございます。それをタカに抱いてる。ありがとう、嬉しい。イケメンと言われることはあの別に嫌じゃないみたいなんで、皆さんもこれからもずーっと言ってください。お願いします。イエーイ。次いきます。はい。好きなタイプ、好きな仕草は？自分のこと話さない人。どういうこと？あんまり自分の話をしない人。ミステリアスな人が好きってこと？あ、そうだね。あとちょっと素朴な感じとか。なるほど。控え、なんか静かな感じ。うん、物静か。あ、でも物静かだけどよく笑ってる人。自分のこと話さないけど人の話聞いて笑ってる人。しぐさ。え、しぐさって何？しぐさじゃないけどシルエットをすごい見ちゃうかも。後ろ姿とか道歩いててもすごい見ちゃう。細いとか。ああ、そう、細い細い、なんかシュッとしてる、スタイルいいなみたいな。外人さんとかすごい見ちゃうかも、うん、なるほど。シルさないけど好きかな。スラッとしてる人が好きだね。あ、スラッとしてる人好きだね。じゃあ次いきます。はい。憧れのデートプランは？憧れのデートプラン朝ゆっくり起きる、ゆっくり準備する、ちょっとカフェにでも行く、でちょっとなんか歩いて買い物するな買い物する、自然見るな自然見る、であと夜美味しいご飯と美味しいお酒を飲んで帰ってくる、以上。どっか特別
いいかな、うんうん、あそれかも本当にガラッとどっか旅行行くとかデートじゃない1泊2日とか温泉行くとか、うん、ほら秘書もそういうタイプじゃない。はい、あのあそうなの、好きなタイプとあのすごく似ています。うん、やだ照れる。うん、すごくすごく、うん、マジ似てる、うん、本当心穏やか系ね、うちらの、うん、あそう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 、穏やかな感じ、うん、もう常にドキドキしてたいから、あっす刺激が欲しいよいい、できればなくていい、刺激は必要やで、もうこう行きたい、こう、あえでもな、そういう時期もあってんやんか、うん、でもそういう時期を乗り越えたらまたその刺激が欲しくなる時期がある。あららら、え、じゃあ来る？刺激欲しい時期。来ると思うで。マジ？来なくていいぞ、むしろ。え？いや、来たら来たで楽しいで、刺激来る時期も。刺激欲しい時に何がしたいとか、なんか要望があれば、全然、あの、何でも相談に乗るから。あ、提供してくれるの？もちろん。いろんなことやってるね。お願いします。OK でーす。OK でーす。いろんなアクティビティを提案するから。うん、お願いします。OK。じゃあ次行きます。はい。自分自身のことを変えるなら何を変える？え？性格とかってこと？え、性格。まあ何でもいいよ。いや、性格でもいいし、この容姿は変えるとこないから、まあ、そういうのでもいいし。よし、変えるとこないからっていう、変えるとこあるんだけど。ある？あるある、あるんだけど。あの天然で性格いい人いいなっていつも羨んでしまう。萌えさん？うん、なんか、そう、萌えピヨ？そのピヨピヨピヨとか、ほんわかした、もともと持ってるもの、なんかほんわかした空気感みたいな持ってる人、すごい素敵だなって思っちゃう。いいな。わかる、うん、いいよな。もう、自分にないからさ。いや、でもピヨは、うん、毎日笑わせてもらってる。そうやろ。だってこの間もさ、うん、タカがさ言ってくれたらいいと思って言ったらいいよって言ってくれた。あ、そうそう、うん、やのにさ、なんかいいみたいな感じで言ってた。ほんと外言えよと思ってそういう要素をあの変えたいというか、まあ自分に取り入れたいってこと。うん、なんかそうだね、雰囲気。でもイケメンってさ、そういう人ってなかなかおらんよな。いやー、どうなんですか。イケメンで天然キャラの人おらんくない？まあだからタカはその性格だからかっこいいんだと思うけどね。あ、確かに確かに確かに、そうだ。なんかちょっとこう物静かでさ、クールな感じよ。でもさ、なんか笑ってくれるじゃん、よく。わかるわかるわかる。いや、でもそれがタカの優しさやねん、いつも笑ってくれるのも。ありがとう、うん、でも楽しい、いつもみんな、みんな見てるの楽しい。イエーイ、うん、みんなね、みんな幸せな気持ちになる、なんかアッスーとか見てると。え、マジ？嬉しい。ほら、なんか笑ってくれるからこっちも笑っちゃうみたいな。こういう反応普通できないよね。じゃあそんなことないよとかさ、いやありがとうとかじゃん。え、マジ嬉しいなんて言わなくない？そうなの。でもそれで幸せな気持ちになる。よかった。じゃあウィンウィンやわ。うん、ウィンウィン。うん、イエイ。はい、次行きます。はい。10年後何してる？10年後、うわ、何してんだろうね。あ、でもずっと思ってる、平和でいたいって。何してるか分かんないけど、で静かに暮らしてたい。10年後、うん、10年後何歳？ 42？ うん、何してんだろうね。静かに暮らしててもさ、たまには騒がしに行っていい？うん、待ってる。待ってて。うん、 42？ なんかまだサッカーしてんじゃない？いや、もうしてないでしょうよだってアンさん41じゃない、今年。だからちょっと、だから怖いのよ、想像できないよね。だからもう本当にすごいなっていう。いや、もう自分のもう先輩方みんなに対して、もう本当、アッスも本当にそうだし、みんなもう本当にすごい。でもさ、やっぱさ、このお姉さん方がさ頑張ってたらさ、パワーになるよな、自分の。うん、それは本当にそう。現状な、モチベーションになるような、すごい。なんか今でも引っ張られてるって思っちゃう、先輩方に。すごいわかる。10年後もタカがサッカーしてることを願ってます。はい、サッカーに携わってること
そしたら、だからこれ、もう20問目まで来ちゃってんけど、おう、A チャンネル特別イケメンサービスショットはどんなん？無理だって、その質問は。じゃあ、ここでも出しちゃう、さっきのアスが、こういうのっていうの。はいはいはい、例えばね。任して任して。サービスショットやから、そうやな、ポーズやもんな。うんうん、ポーズならいけそう。ちなみに、じゃあ、ガスナが今年の、プロフィール写真で撮ったやつやねんけど。怖い怖い怖い。やっていい？いや、全然怖くない、全然怖くない。うん。もうこの手をしてみて、この手。この手で、はい、うん。こういう感じです。こう、誰かと電話してる感じで。いや、どういうポージングやそれ。顔もね。うん、顔もちょっとこう、誰かと電話してるイケメンチックにこう。つらい。今年つらい。今年1位。電話？電話？電話。うん、電話してる感じ。お願いします。うん、そう。はい、やっぱ違うわ、なんか画角が全然。全然違う。待って、うちちょうどさ。特別2つ見れるんだけどさ、全然違え。でもね、このショットもいいんだけど、やっぱさ、待ってるのはみんなさ、こういう系じゃない？だから、じゃあこれ。うん、おお。もっといきやすい。あと、なもう一個あんで、韓国でな、もう一個ハートの作るやつあんねやんか。うん。やってました。ちょうどいいんだけど、ちょっと一回お願いして。マジでこれマジで韓国でやんねん。韓国でめっちゃやんねん、これ。おにだせ。そうできそう。ハートね。うん。ハートと。そう。全然違う。全然違う。笑いすぎやばい。で、アスも見てるでしょ、だって。アスも超バカっぽくないなんか。やばくね、最高のショット撮れた。ありがとう、タカ。よかったです。喜んでもらえれた。いやもう最高。タカありがとう。あ、もうありがとうございます。ありがとう。はい。そしたらこれラストやねんけど。うん。A チャンネル視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。視聴者の皆さんに、A チャンネルをご覧の皆様、今日はありがとうございました。本当に、A チャンネルだから出てくる人たちがたくさんいるし、女子サッカー界のつながりみたいな、てかつなげてくれてるアッスーにいつも感謝してます。なんでまた皆様がよろしければ出演させてください。応援してます。100万もらっちゃった。本当にみんなで盛り上げていきましょうね。ありがとう。ありがとうございます。タカありがとう。何今の？おけまるって思って。もしかして冷めた？これもらって？うん、これもらって。サムネにしていいの？サムネにして。あ、なるほど、サメちゃんと一緒。いやいや、サムネこれやろ。いや、サムネこれやろ。面白すぎる。でも、死んでお腹痛いよ。